はい、ペーターマリオ RPG の続きやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、まあまあまあ今回はステージ2と3の間ということで、まあまだいいか、バッチをちょっと見ていこうかなと思います。まずね、なんかいいのあった、やっつけアタック、なんかやっつけアタックっていうのはなんか展開の最後で、あのフランクリー先生が教えてくれてたよね。あ、はい、完全に忘れてたんですけど、はい、誰が書いてんやろな、これって。落書きコーナー、あ、そういう気、あ、まあ出てこへんやろな。まあ、ずっとステージ1の最後にステージクリアした直後に変えるんですけど、完全にスルーしてたやつですね。預ける。まあ、とりあえずこれでいいか。で、上昇人ちょっと。ピロキロン D。ああ、まあ多分これって多分ここでしか手に入んないよね。どうしようかな。あ、そうか。ちょっと、あれを。ちょっとお金をあげたいと思います。仮想、うん、もう518円あるからさ、もうあのあげてみましょう。はい、まあ、マックス300コインを預けるという感じですね。これが何を意味するのかっていうのは、まあ、後々わかります。はい、で、すみませんね、すみませんね、すみませんね、ずっとあの、こんなことないんで、私すみませんね、すみませんね。あ、すみません、なんか不可抗力とはいえ、すみません、すみません、すいません。まあ、このゲームの仕様上の問題とはいえ、すいません。で、これ、お料理を作ってもらえるんですね。まあ、じゃあ、せっかく、キノコ。はい。ほい。ファイヤーフラワー、はい、待ちます。はい、めっちゃ胡椒、塩胡椒かける。はい、熱々スープ、はい、回復相手に乗るよ。まあ、じゃあハニーショップ、はい、はい、何使って毎回なんか違うんかな、この演出。おう、まあ一旦これでいいかな。まあ緊急キノコ使ってもなんか新しいアイテムくれできるんですけど、緊急機能自体が結構有能アイテムなんで、これはこのまま置いといた方がいいかなって感じで。はい、西エリア、はい、はぁ、大変ですね。ウロが かわいそうに、かわいそうに
まあまあこういう商売はな、まあまあまあ売れたらめっちゃお金もらえるけど、売れなかったらねっていうのがあるんで。あなたは？ああなるほど、そういうタイプか。あーなんかすっげえ刺さるな。はい、じゃあこれ、はい、っていう演出が見れます。おう、怖え。はい、これゲームコーナーとかあるから多分。あるからあれなんですよね。あ、どうもどうも。まあこれはちょっと動画、まあ今回の動画ではやらんかな。スネイル、はい、東エリアに行かないといけないんですね。こっちは、あ、なんか社員があったな。でも多分まだあそこ行けないよね。ここなんかあれよね、なんか耳が変わってんすよね。リメイク前だとバニーガールっぽい感じだったんですけど。なんか変わって、あーそうなんだ。まあまあまあまだいけないってことで。あ、スノキラあったわ。で、まあ、このまままっすぐ行っても、東エリア行ってもいいんですけど。これさ、なんかゲームキューブ版だと、ゲームキューブ本体の時間変えたらなんか、不正だって実際怒ってくるんですけど。多分、これスイッチ版でも、それあるんかな。大丈夫です。まあ、多分。いや、大丈夫。ちょっとそういうのはやらない主義なんで。すいません、すいません。すいません。で。あ、声を教えてくれるのね。で、そこ行く前にね、押しましょう。はい、ぴょんぴょんぴょんと。まあ、最初セーブポイントはあるんだけど、まだ行かずに。そう、開かないと。こう、まあ、確かに待ってるけど、おう、ちょいちょいやってますけど、お、ああ、まあ、プラザさんを使っ、バトルで使ってないから、確かに、まあ実際配管工なんですけど、配管工でございますけども、はい。ここがアイテム屋さんが結構レアアイテムに出てますね。まあまだ買いませんけども。おう、はい、あああはあ、マスターケーブル、
お客さん来るのか。いや、大丈夫です。はい。なんか手配書あるけど、手配書どっかにおんのかな。あ、ここの裏とかなんかありそうだけど。あ、あった。はい。で、降りて、セーブ。はい。戦うか。まあ、今回ちょっとバトルスキン少なめなんで。はい。あいつ倒してぇなぁ。待てよ、入れ替えて、さっきちょっと物知り使っちゃおう。ハンニャー、あ、ハンニャー。あー、いや、いいか。別にアタック使っても、さあ、倒しきれないと思うから。はい。あ、使ってきやがるか。あー、さあ、こんなに適当なんだ。いつきやで、それに答える。起きたけど、攻撃力はゼロか。はい。まあ、あれはガツンなグーですか。ちょっと普通のハンマーでパワー不足感が出たね。社員とかもあるけど、あ、そういや、だいぶ溜まってるからさ、社員が。そしたらちょっと、パワーアップしに行きたいよね。はい。できて、はい、じゃあ全員倒して、あ、じわじわキノコ。はい、しちゃうわ。クラウダさんで風吹いて、あー、ちょっとあの、いや、ちょっと行ってみるか。あー、ここに着くのか。じゃあちょっと東エリア行きますか。はい、ちょ、戻ってる途中で、これあるじゃんと思って。はい。これ何なんだろう。お？お、お、お、なんだ？これリメイク前ってこれ、なかったよな。おう。あー、多分これあれか。今まで行ったところ行けるみたいな感じですか？はい、一旦、こっち行って、あ、なるほどね、ここに繋がってんのか。ごめん、クラウドさん。クラウドさん、ごめん。てか、あのスイッチが気になるんだよね。何が起こんの？あー、ここに繋がんのか。
だいぶ来やすくなったね。だいぶ楽になったね。おお、そこか。まあ、ターンを行くっていうのは多分、あれ、花花村でしょ。はい、戻って。取りましたね。はい、これで自由に引いて自由になると。ちょっとアイテムを預けていきたいので、ちょっと、ショップ行きますか。はい、戻ってきました。ここ入ると多分、あらそこか。不思議の森か。あ、なるほど、ここね。なるほど。まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、なんか、前回最後で盛大な別れをした後に、すぐ戻ってきたって、なんか、申し訳ないんやけども。申し訳ないんやけども。どうも。あー、まあ、そらな。まあ、それいつものことか。まあ、遊ぼう。はい。はい。マリオが、大好きな、あ、違う、待って、手の振り、あの、いいな、人は、だら。ちゃんと、まあ、これやると、卵が生まれるというわけですね。まあ、これは、移動するたびに、これはもらえます。はい。じゃあ、戻りますか。はい。東エリア戻ってきました。で、ちょっとパワーアップをしましょうか。よく、あ、ちょうど二人ともパワーアップできるか。オッケー。のこ太郎もね、ちょっと、まあ、パワー不足感出てきたんで。まあ、次のステージ行く前にね、パワーアップをしておこうかというわけですね。はい。はい。まあ、せっかくのクラウドさんもパワーアップさせますか。はい。で、R、はい。クラウドさん結構、まあ、パワーとか体力ある系のキャラクターなんで、あんま使ってないけど、まあ意外とバトルでも重宝するよね。まあ誰も、ないし。はい。で、なんか、スネイル親分がどうこう言うてますよね。ちょっと話、変わってたりする？あ、変わらないんだ。スネイル親分のこと教えてくれないんだ。まあ、まあ、場所は、まあ、わかるんですけど、ここですよね。まあ、だから、ステージ2で、この呪いをかけられないと、で、で、ここ、開くんですよね。あ、どうも。全然やってないな、このお悩み以来。あ、ここにもあった。まあまあ、どっかでやろうか。あ、入り口行ったかったやつか。
それが多分スネイル親分か。あ、ガンスやな。まあ、はい。はい。はい。難しいです。ああ、マジで64任天堂。まあまあまあ払わなくても、まあ知ってればいいんですけど、まあ払いましょうか。動画のこと考えてね。一旦いいよとは。あはは。あ、まあ払おう、払いましょう。どうすればいいんですか、ちゃんと教えてくださいよ。ひなびたきのことぐるぐる見ます。はあ、なるほど。黄色、はい。ひなびたきのこぐるぐる見ますからの黄色ね。はい、じゃあ行きますか。ルイージの存在を忘れてたので。はい、ゴロゴロカダンの冒険。はい、はあ、はあ、あくび聞こえたぞ。寝るな。寝てんのに気にせず喋り続ける、あのルイージもすげえな、メンタルが。なるほどね、はい。なんか俺らと似たようなことやっとんな。なんでゴロツキタウンを一旦経由するんだろう。いや、大丈夫です。めっちゃいじってる、いじりすぎやろ。はい、あ、違う。あー、確かに。ああー、なるほどね。ひでえな。なんだろう、今作のルイージさ、ちょっとなんか虚言癖あるよね。で、一旦セーブして、はい、じゃあ行きますか。で、ここですよね。ここで、しなびたキノコからの、ぐるぐる目回し。黄色。ああ、まあ、どんじ。まあ知り合いじゃないんですけどね。ちょっとあのチート使いまして。ああ、だ、なんかすいませんね。すいませんね。ここは、ああ、まあ取れないのね。はい。さあ、マフィアのボス、反射のボス。このキャラさ、多分マリオサンシャインのキャラよね。あの、ゲームキューブの最初のソフト、の、はい、
なんか確かにドスが聞いた声で脳内再生されてるわ。欲しいです。あー結構そういう度量はあるのね。じゃああれ、あそうそう、あーなるほど、お姫様が待ってるんですよ。あるある。そう、そこでだ。そう、はい、あーなるほど、はい。おお、あー、なんかね、まあ確かに威厳はあるけど、その言うほど悪いやつじゃなさそうだな。は、はい、はい、うわい、はい、じゃあ行きましょう。あ、ちょっと情報聞こうか。じゃあ行きましょう。はい、でちょっと探す前にバッジをか、もらおう。素早くカワールを変えるので、これはね、めっちゃ青 BP7 いるけど、100キロン B、 あー、まあまあまあ、ちょっと他に欲しいやつもあるから貯めようか。はい、はい、港に戻ってきまして、多分ここにね、いるんですよね。あなたからですか。あ、そうなの、そういうタイプか。あー、そういうタイプか。あ、ちょっとは、はい、まあ、こういう駆け落ちは、普段なら目をつぶるんですけど、こっちにはピーチ姫を助けるっていう大義名分があるもんで。あー、なるほど、最近肝を当たってる感じです。まあ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 、でも、はあ、はい、確かに、だってもうマフィアのボスだしな。さあ、はい、戻ってきましたけど、あーはーはー、あーはー、はい、まあまあどっち選んでもどう転んでもこの展開になるんでいいんですけど、まあ確かにな、かき、あのボスの娘かき落ちやもんな。フフ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 フ、まあ実際パパにはなったんですけど、とりあえずちょっと距離詰めすぎやろ。一応ボス、上司だろ。まあ良かったのか、良かったのか、
あ、チケットは、チケットもらえるんかな。あの、ちょっとあの、チケットを。いや、この展開は、僕の関与するとこではないと言いますか。積んでるやん、めっちゃ積んでるやん。あ、なんか気に入られですよね。積んでるってことですよね。じゃあ、はい、おう、するぜ。よっとよっと、なんか、まあまあ、いいのか。待てよかったやつ？待てないか。じゃあまあ、時間もちょうどいい感じになってるので、はい。一応、今回は、この辺で終わりにするんですが、なんか、手配書が、なんか、見た顔やな。あー、豪華っぽいもんね。はい、まあ、乗るのはこれではないんですけど。まあ、大人がいいか。こっちは？ああ。そう、うん、楽しめたい人それぞれだね。まあ、わかるわ。はい、じゃあ。なんでそうなったんや。セーブ。はい、チケットもらいましたよ。まあ、乗るのは次の動画にするということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。